さあということで、はい、もう夜も遅いですからね。そうですね。宿がある場所をちょっと目指してます。もうはい、ゆっくりしましょう。本当ですよ。どうなることやら。怖かったですからね。怖かったですよ。トンネルね。トンネル怖かったですよ。畳だけこんな怖いとこだと。あ、ここか。これですかね。あ、はいはいはい。佐田岬ふれあいセンター、センターは、はいはい、あ、ふれあいセンターを登っていくんですね。これですね、はい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 。やっぱりね、ラーメン屋の味を評価するんだったらチャーハンを食べないといけないと思うんですよ。登って登って、とりあえず、はい、おお、わあ、これがでかいですね。ホテル佐田岬。あ、ホテル佐田岬。おお、書いてますよ。なんかもう皆さんは年末年始のなんかご準備で忙しそうにしてますけど、おお、ね、してますね。ようこそ最南端。なんか、人力で自動ドア開ける感じでしたんですけど、今到着いたしました。車多いっすよ。お、すごい満車ですね。満車ですか。ちょっと奥まで行ってみますか。それ満車ですね。あ、この辺は奥は空いてますけども、ここはなんか無理やりな飛び方してますけども、はい、ね、到着しました。はい、ということで、はい、到着しました先生。はい、こちらが全く見えませんけど、ちょっと、あ、見えませんか。全く見えませんけど、はい、あ、 OK ですよ、はいはい、こちらがですね先生、はい、ホテル佐田岬となっています、ね、はい、言った通り宿はありましたね。宿はまあありましたよね、はい、宿ありましたから。宿がありましたね、はい、僕たちは僕たちの宿を見つけましょうか。そうですね。え宿ありましたよ。宿ありますよ、はい、はいはいはい、佐田岬に宿はあるって僕ずっと言ってましたから、はい、はいはいはい、はい、だから宿ありました。宿ありましたねありましたありました、はい、でだから僕たちは僕たちの宿を見つけた。意味が分かんない。何言ってるか全然分かんないです。だから宿あるって言ってただけでしょ僕は。はいはいはい、はい、僕宿あるよって言っただけですから。別に泊まるよとは言ってませんよ。それは、うん、僕はどこに訴えればいいですか。いや、それはね、どこに訴えるとかじゃないと思う。裁判的にはどこに訴えるか。僕はね、宿があるとしか言ってないんだから。別に泊まるよなんてことは言ってませんよ。一言も言ってなかった、ね、いや、だっつってんのに。いやいやね、社長がいやだっつってんのに。いや、だからね、毛布持ってきなさいって僕はちょっと言ったらしい。何かあったらっつってね。いや、僕はね、去年も僕はね言ったと思うよ。毛布持ってこいってことはそういうことだってことをね僕は言ってると思うんだ。車中泊だってことを僕は言ってると思う。ね、言ってましたね。どこ、ほら、宿は佐田岬の宿はこちらにございました。はい、はいはい、ここが佐田岬の宿です、はい、僕ね、あの今回の旅のビデオをね振り返ってもらってもいいと思いますよ。決して宿に泊まるとは言ってません。宿がありますとか宿に行きますとかそういうことしか僕言ってませんもん。僕だけ泊まりますよ。いやいや、僕だけ一人空いてないですよ。お金ないわけじゃないわけで。いやいや、そんなことじゃないと思うんだな。旅の醍醐味はね、やっぱ車中泊だと思う。だからね、僕風邪ひいたらどうするんですか。いやいや、こーらで引かないと思うね。今日あったかい、あったかいじゃん。あったかいと思うな。意味がわからない、うん、毛布あるし毛布あるし、去年より着込んでるし。大丈夫だと思う。大丈夫。まあなんかそんな気はしてたけどね。そうだよね、分かってると思うんだ、分かってると思う、うん、なんかチョコレート買ってたしね。そうだよね。だいたいね、すごい心配そうにチョコレート買ってた。何かあの金管に駆られてたのかな。怪しい気はしてたけど、まあそうだね、普通ホテルに泊まるんだったら買わないもの。チョコレートとか、ね、チョコレートとか買わないもの。ホテルで売ってるもの、もう売ってるもの。ホテルで、なんだったらホテルに、こんなでかいホテルなんだからそれ飯食わしてもらえるもの。ジョイフルで喜ばないもん。ジョイフルで喜ばないもん、あんなにね。そうだよそうだよ、だから分かってね、先生も本当は分かってたんですよ。
毛布を持ってきた時点でうっすらとねうっすらとここには入ってたんですよ、うん、でも車中泊は嫌だなっていうのもありますよ言っちゃなんですけど僕は車中泊はしたくないなっていうのは根強くありますよ。そうですね、まあ、うん、まあおのずと、僕らが泊まる場所っていうのは観光遊覧船が出てるサタデー号がある場所じゃないかなと、はい、思いますんで。私も年末年始はホテルトリマインドで。そうですね、ホテルトリマインドでようこそホテルトリマインドへ。寝れないっつって言うの車じゃ運転してたら寝るよ運転してもらってればその車両で寝るよ僕は。待ってたら寝れないんだもんそれがね、おかしいと思うんだよね。こっちはね、前ね、女性とかね、そうでそのドライバーズ、ね、寝るっつってた。後ろの席全部占領しといてね、寝れないなんて、なんだ、そっちの方がおかしいんだって去年も言ったよね。去年も言ったんだ、こっちは。僕は繊細にできてるんですよ。枕がないと寝れないなとかね。そんなことはもうないよ、ないよ。今年は慣れてるよ、もう。頭が低いの位置があるとね、寝れないよ、できてるから、人間の体っていうの。だからね、頭に力持ったら寝れないんだから。大丈夫、去年の経験が生きてる。私はね、体が覚えてるもの寝る姿勢、ね、ポジション、ね、うんうん、体勢絶対大丈夫だから、うん、泊まろうね、ホテルトリマインドにようこそ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 。あのね、損害賠償を、ね、請求するのは、ね、どこの窓口に僕はどっか行ってきなさいよ。だからどっか行ってきたらいいんじゃないね。こっちはホテルトリマインド泊めてやるっつってんだから格安ですよ、ほんと格安だよ、もうこれはね、ずっとね、旅してきた仲間みたいなところと寝れるんだからいいじゃないえ人を騙してね何その態度まだね、ごめんなさいでしょ幼稚園で習わなかったの。いやいやいや、人を騙してはいけないよって、ね、そういうことじゃないと思う、ね、悪いことしたらごめんなさいって言いましょうねって。でもね、でもね、あのね、ホテルトリマインドもやっぱり考えて、やっぱり今年は南に来てるわけですよね。そうですね、それは前回の教訓が前回の教訓を生かしてね、前回あの雪の中で寝た記憶を思い出してください。僕らね、寝れないんだよ発言やってますからね、雪の中で。だったら騙していいかって話いや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 、これはね、もうねひどいよねいやでもね、今年は快適に寝れる予感がするよ、うん、いや、あんただけですから僕は全然そんな強化しないですからもうね、去年の寒さに比べたらね、僕もうこのトークでね、ヒートアップしてちょっと汗出てきた。そうそう、ちょっと暑かった。お布団が欲しいって言ったんで大丈夫、毛布があるもんだって。いや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 、敷布団が欲しい。敷布団はほら、そのシートがある。広いスペースが欲しい。足を伸ばして寝れるスペースが欲しい。伸ばそうと思えば伸ばせるから。全然伸ばせない大丈夫だって大丈夫だよね。だから僕たちの宿にね、ちょっと ね、じゃあ今年のや、今年のお宿に皆さん、他の皆さんもね、ちょっとご案内して。いや、意味がわかんない、全然今年のお宿、今年のお宿皆さんにもご紹介しないと、そうですね、いけないんじゃないかなって思いますんで。そう、まあ、2人でやってくださいよで、年末年始だけ、ね、だけオープンする、この特別ホテルですよ。そうですよ、ですよ去年ね去年ね、もうだって去年ね、あの感じね。だ去年のって嫌だっつったのに俺は今年は大丈夫だって言ってんじゃん。大丈夫大丈夫、寝れるし、寝れる寝れる、全然寝れない。もういつ前に出して回すからまあ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 先生でもね、僕は嘘ついてないから、ね、あ、嘘はついてない、嘘はついてないもん、うん、宿はあるよって言ったけど別にね、止まらないって言ってないね。もうまあ、もう根に入っちゃったけど、先生もう根に入っちゃったけどね。まあまあ、じゃあ僕らはちょっとね、泊まる場所に行きましょうかね。そうですね、とりあえずホテルをね。先生もね、こう怒ってるから。あの、早めにね、寝させてあげないと。そうですね。いけないと思う、いけないと思う。明日早いから。明日早いもん。月食も見ないで。月食も見ないで。早いから。早いから。早いから。でもね、大丈夫だよね、大丈夫だよ、ね、行きましょう、行こう行こう。この番組はいつも心に Love and Peace Life is Wonder のトリマインドがお送りいたしました。